モーナ・アンマレーはカナダのバスコシア州スプリングヒル出身の女性歌手。デビューする前は高校で体育教師をしていた。1970年初のヒットスノーバードがベイビルボードしホット100で8位まで上昇しゴールドレコードに認定された。代表曲のラブソングはケニー・ロギンズの作曲。ケニー・ロギンズはアンの73年のダニーの歌も提供している。 七十四年度にはグラミー賞の最優秀カントリー女性歌手賞を受賞。七十四年にはユーオンとシーミーもヒット。辛いは彼で七十八年度グラミー賞の最優秀ポップ女性歌手賞を受賞。辛いは彼はベイビルボード誌ホット百で第一位を記録した。これはカナダ出身の女性ソロシンガーとしては史上初の快挙である。これ以降も思い出に さようなら、月影の二人、79年の愛の残り日、80年のデイドリームビリーバー、踊りましょうなど、バラードを中心にヒット曲を連発した。2007年には、セリーヌ・ディオン、サラブライトマン画豪華なゲスト陣を迎えた、アルバム、デュエッツ・フレンズオレ・ジェンズを発表。現在も、カナダをベースとして、現役で活動中である。 往年のヒット曲を数多く取り上げている。ビートルズの You want see me, デートリッパー、素敵なダンス、前述のモンキーズのデイドリームビリーバー、エヴァリーブラザーズのウォークライトバックなど。逆に彼女のデビューヒットスノーバードはエルビス・プレスリーによってカバーされている。他、多数。ありがとうございます。